高田露ロハンから1947年7月30日は、日本の小説家。本名は成幸。別号に、カ牛庵、笹野ン、サライン同士、脱天使など多数。江戸下や生まれ、帝国学士院会員、帝国芸術院会員、第1回文化勲章受賞。娘の高田綾も随筆家、小説家、高木拓のおじ、風流仏で評価され、 五十頭、運命などの文語体作品で分断での地位を確立。尾崎紅葉と共に、航路時代と呼ばれる時代を築いた。義古典主義の代表的作家で、また漢文学、日本古典や、諸宗教にも通じ、多くの随筆や、詩伝のほか場所を並ぶ集表尺などの古典研究などを残した。旧来、露伴、漱石王外と並び称され、 日本の近代文学を代表する作家の一人である。1867年8月22日、武蔵区に江戸下屋三枚橋横丁に、四、男として、生を受ける。父は、幕臣の甲田都三で、母は優。甲田家は、江戸時代、大名の取り継ぎを職とする兵庫坊主であった。幼名は鉄四郎。もともと病弱であり、 生後27日目にして、医者の世話になるなど、幼児は何度も、生死の境をさまよったことがあった。翌年、上野戦争が起こったため、浅草諏訪町に移る。下屋に戻った後、神田に落ち着いた。下谷泉橋通りの関千代の塾で手習い、岡勝町の間市の塾で素読を学んだ。1875年、千代の勧めで、 東京市半学校付属小学校に入学。この頃から草蔵氏特本を愛読するようになった。卒業後の1878年、東京府第一中学生則科に入学する。尾崎紅葉や上田和都市、加野公吉らと同級生であった。後に、家計の事情で中退し、数え年14歳で、東京英学校へ進むが、これも途中退学。 東京府図書館に通うようになり、淡島寛月を知った。また兄、聖常の影響で徘徊に親しみ、さらに、菊池松県の迎えただし塾では、千塚霊水と共に、漢学、漢詩を学んだ。数え年16歳の時、旧非正として、低心症管理伝進、おさむぎ学校に入り、卒業後は官職である、伝進技師として、北海道余市に赴任。 現地の芸者集に人気があったと伝えられるが、坪内逍遥の小説神髄や統制書生気室と出会った露伴は、文学の道へ志す情熱が芽生えたと言われる。そのせいもあり、1887年職を放棄し、帰郷。この北海道から東京までの童貞が、特幹機構の題材である。また、道中に得たく、里とシーザロと年草枕から、 露伴の号を得る。面刊の処分を受けたため、父が始めた、神天愛道に勤め、一方で、伊原西閣を愛読した。この頃、公職五人女の写本を書いている。1889年、露伴は、露壇を寄贈し、この作品は、淡島寛月を介して、との花に発表された。これが、山田微妙の劇症を受け、さらに、風流物、 下役の谷中天皇寺をモデルとする五十頭などを発表し、作家としての地位を確立する。1894年、長地伏にかかり、死にかけるが、翌年に結婚。それ以降の数年で、髭男、新葉衣物語、ワンキュー物語を発表。また当時としては、画期的な都市論、一国の首都、水の東京も発表する。 この頃に、同世代の尾崎紅葉と、とも、路時代と呼ばれる、黄金時代を迎える。写実主義の尾崎紅葉、理想主義の高田露伴と並び称され、明治文学の一時代を築いた露伴は、近代文学の発展を方向づけたとされる。また、尾崎紅葉、坪内逍遥、森王外と並んで、航路昇華もめ時代と呼ばれることもある。1904年。 それまで何度も、中絶のあった、天宇郎の執筆が途絶えた。これ以後、主に主伝の執筆や、古典の表尺に主眼を移した。主伝の作品としては、頼朝、平野正門、ガモウジサトなどがある。一方、伊原西閣や、南宗里美八県伝を表尺し、ヌナミケオン、大田水原芭蕉研究会の6人との協調、芭蕉俳句研究を出した。 1920年には、馬生七部集の注釈をはじめ、17年かけて、晩年の1947年に表釈を完成させている。1907年、当の電気小説、優先靴が万葉集に深い影響を与えている、ことを論じた優先靴を発表。1908年には、京都帝国大学文科大学初大学長の給油。 かの孔吉に壊れて、国文学講座の講師となった。同時期に、内藤コナンも東洋史講座の講師に招聘されている。この両名はそれぞれ小説家として、ジャーナリストとして、当時から有名であったが学者としての力量は、未知数であり、狩野の招聘は、破天荒とさえ言われた。露伴の指導は多いだ。青木昇治によると、日本文脈論。 蘇我物語と和算についての文学論、近松世話浄瑠璃などの講義内容で、決して上手な話し手ではなかったが、学生の評判は非常に良かったという。ただし、黒板の文字は、草書での走り書き、しかも体格ががっちりして、頭が大きいのでその文字を折ってしまい学生たちは、ノートを取ることが難しかったという。ロハンは、 学者としても十分な素養があったのだが、何かの事情により、夏季休暇で東京に戻ったまま、わずか一年足らずで大学を辞してしまった。露伴自身は冗談めかして、京都は山ばかりで釣りができないから、と述べているが、官僚的で窮屈な大学に肌が合わなかったようだ。また、妻の育びが病気がちであったことも理由に考えられる。皮肉なことに、 大学を辞めた、翌年の1911年に文学博士の学位を授与されている。しばらく作品を発表しなかった、時期の後、友情期、運命を発表し、大好評を博して文壇に復活する。これらは、中国の古典を踏まえた作品であり、これ以降も、中国から素材を取った作品を多く発表している。小説を書くだけではなく、 道教研究でもパイオニアの一人であり、世界的にまだほとんど道教が研究されていない時期に、いくつかの先駆的な論文を表している。これらの評価については、運命は、谷崎純一郎らの絶賛を博したが、高島敏夫は、中国の司書の丸写しに過ぎないと批判している。道教研究に関しては、南条武則が、道教の本をいろいろ砂取ったが、 最も感銘を受けたものは、ロハンとマスペロのものだったと述べており、アンリマスペロの、同教と並んで未だに、同教研究の古典として名高い。1937年4月28日には、第一回文化勲章を授与され、帝国芸術院員会員となる。1947年7月30日、肺炎に、共心症を併発し、戦後移り住んだ。 千葉県市川市大和座菅野において、満七十九歳で没。墨田区立、露伴児童遊園葬儀は、三軒しかない、小さな自宅でささやかに行われたが、片山明と安倍義成が出席、衆議院と参議院からは、調子が捧げられた。墓所は、池上本門寺。開名は、露伴古寺。死後、墨田区寺島町にあった露伴が長く住んでいた民家の、 老朽化が進み取り壊された時に、その跡地に公園が建設されることとなった。公園は1963年4月24日に、完成し5月上旬に開園式が行われ、露伴公園の名前が付けられた。この公園は、2020年現在も、墨田区立、露伴児童遊園として現存する。露伴は、高田茂信、遊夫妻の4男である。 長兄の聖常は、実業家で、相模宝石専務などを務めた。時系の重忠は、海軍軍人、探検家で、軍事会、養子に出された。弟は、歴史家の重友で、妹の延は、ピアニスト・バイオリニスト、幸はバイオリニストである。甲だけは、北ッ宗州を修士としていたが、罷免された、聖延が、延の学友である、岩木博士と、 上村正久の勧めによりキリスト教へ改修、他の家族も入信させた。与一の不妊から帰郷した、露伴も上村に改修を勧められたが、これを拒絶している。そのため、父母兄弟の中で露伴だけが、キリスト教徒ではない。数え年29歳の時に、山室育美と結婚。良き理解者であり、長女か、次女分、長男なりとよが生まれた。 育美は1910年にインフルエンザで亡くなり、その2年後の1912年に歌が若くして亡くなる。この年キリスト教徒の小玉八代と再婚している。文は八代の計らいでミッション系の女子学院へ通った。1926年、成戸が肺結核で亡くなる。八代は1933年から別居し、 1945年に亡くなった。文は、露伴の死の直前に随筆を寄稿し、さらに、露伴没後には父に関する随筆で注目を集め、その後小説も書き始め作家となった。文の一人娘青木玉も随筆家、またその子、青木奈は、ドイツ文学畑のエッセイストである。露伴全州は、生前に、弟子の漆山又四郎を中心に編まれた。 没後は、塩屋さん等により二度にわたり前週は、増補官を追加し1978年から80年に、掛け間が編まれた。右翼団体国本社の開始、国本総監号を目次。ありがとうございます。